らいまで掘れたら、あとはサンドペーパーで一旦仕上げてしまいます。でこれ100均のですけど、この数字が80番、120番、240、400、600番となってますけど、数字が小さいほど粗い作業です。たくさん削れます。その代わり傷が深く入るので、最初のうちは、こっちの80番とか120でやって、だんだん細かいのにしていくといいと思います。まずじゃあ80番で、このままだと大きいのでちょっとこう切っていきます。切るときはこう折って、で別のサンドペーパーでこう紙の側をこう折ったところをちょっとこすってやると簡単に取れます。これハサミで切ったりするとハサミが一発で切れなくなってしまうので、こういう切り方がおすすめです。こうやってサンドペーパーをかけていきます。でかけてると、この刃物の出っ張り引っ込みが、まあ、浮き上がってくると思うんですけど、あんまり深いあの段差なんていうのはもう一回刃物にこう戻ってちょっとその出てるところを取ってあげた方が早い場合もあります。まあ、材料がこうしっかり押さえられてるので非常にこう作業がやりやすいです。でこう目詰まりしてきたら、まあ、場所を変える、サンドペーパーの新しい綺麗なところを出してまた削っていきます。で場合によってはちょっと刃物に戻ったりもします。でサンドペーパーでやるときには、ちょっと向きになってやりすぎたり夢中になってやりすぎて、こう本来ちゃんと残ってるべきところまであの削ったりして垂れてしまわないように、どうしてもあのせっかく例えばこういうところのエッジをしっかり刃物で出してたところが、なんか無頓着に削ってるとそれでなだらかになってしまったりしますんで、せっかくつけたアイメリハリが台無しになってしまわないように注意するといいかもしれません。でしっかりこうエッジを出したりするのは、刃物が向いてます。結構ダメになってきたら、まあ、どんどん新しいものに変えるといいと思います。はい、だいたいもう刃物の跡が消えたら、今度ちょっと細かい120番にしてみましょうか。80番でついてた深めの傷が少し浅くなるわけです。これ でさらに240番、80番と比べると格段に滑らかになりますね。この段階でまだちょっと例えば深い傷があるなとか刃物の跡が残ってるなっていう場合は、前の番手に戻って削ることもあります。で基本的には粗いものから細かいものへ。240でかなり滑らかですけど、400ぐらいまでは一般的にやりたいところです。でここでちょっとこの真ん中に白い模様が出てきてるのが分かりますでしょうか。水を濡らしてみると分かりやすいと思うんですけど、ここのところっていうのはあの丸太の芯の髄のところですね。でこういうものが、まあ、丸太の材料だと出てくることがあります。でここはあのこの柿の木の場合結構硬いんで大丈夫だと思いますけれども、樹種によってはあの抜けてしまってたりスポンジ状になってたりするものもありますので、そういうものはあのちょっと、芯を避けて材料を取るようにするか、初めから、まあ、そういう木はこういうものには使わない方がいいと思います。はい、じゃあ櫛のところがだいたい仕上がりました。櫛のところが仕上がったら、今度外側を成形していきます。でこれもあの道具がないので、カッターとかで地道にこう削っていくしかないんですが、本当は、まあ、糸の子とかバンドソーなんかがあればこのぐらいの形にすることができます。ただ今回はそういった道具がないという前提なので、地道に基本的には地道に削っていきます。あともう一つの方法としては、これだけ削っていくのはとても大変なので、ノコギリを使ってこういうふうに切れ目を入れて、こういうふうに切っていって、ここの部分を落としちゃう、ノコギリで落としちゃうっていうやり方も早いかもしれませんね。でその場合使うノコギリなんですけれども、ノコギリっていうのは縦引きと横引きっていうのがありまして、こういういわゆる両刃ノコ両方にノコがついてる
どこの場合っていうのはこの細かい方の刃が横切りになります。でこっちの粗い方が縦引きになります。で横っていうのは木材をこう横に切断するのに使います。でこっち側はこれ、これ切りすぎないように注意しないといけないですね。でこっち側の縦っていうのはまあこういうふうにして切っていくんですけれども、こっちの粗い方ので切っていくことになります。こういう最初の丸太を切るときに使ったこういうのこの子も基本的には横切り、横に切るためのものですので、こっち向きに切るのはかなりちょっと大変かもしれません。100均のクランプを使って掴んでおいてもらえば体が自由になって切りやすい。でこんな風に切れました。でだいぶ刃物でやらなきゃいけない部分が少なくなりましたので、のこぎりで先にやった方が楽かもしれませんね。これを軽く切っていけば押さえる力もそんなに強く押さえなくても、大丈夫です。強く切ろうとすると結構しっかり押さえてないと動いてしまいますけど、木くずが出てるっていうことは切れてるってことですので、そんなに力まなくて大丈夫です。全体を使った方がナイストロークで動かした方がよく切れると思います。だいぶ小さくなってきましたね。でまたここも切っていきますね。まあこういう時にもしこっち側がこう安定しないようであれば、先にこっちをある程度平らに、ちょっと出てるデコボコのデコのところを平らにしちゃって、座りが良くするのも手ですし、見えやすいようにちょっとこっち向きでこれを止めてみましょうか。こうやってある程度まで押さえて、それからこのネジとネジになってるこのハンドルを締めていきます。とにかく押さえつけるとこう引っかかって切れなくなって負荷も大きくなりますけど、軽く動かしてればそんなに、もし切ってる最中で曲がっていってしまったら、まっすぐ意図した通りにまっすぐ行けばいいんですけど、こういうふうにこの線の通りまっすぐ行けばいいんですけど、ちょっと内側にこう入り込んできちゃって、このままだとこっちの大事なところが切れてしまうなんていう時には、これを無理に元にこう曲げていこうとしても曲がりませんので、もうその切っちゃった部分を今度こっちから落としてしまって、それからまた正しくなるように切っていきましょう。で両目でまっすぐ見るといいですね。どっちからかこう見たり、片目で見たりっていうんじゃなくて、まっすぐ見てあげるとまっすぐ切れます。この調子でここもこう落としていっても良さそうですね。こうやってのこぎりで、ここはちょっと難しいですかね。人にまあ、こっちから切っていけば切れますけど、今度こっちのクランプ使ってみます。こっちはここのボタンを押すとこう上下して動かなくなります。でだいたいこう押さえて、で丸く、あんまりゆいゆいやると壊れてしまうので、はい、もうこの程度です。こっちの園芸用ので切ってみます。最初ね、こう慣れてない人は動いちゃったりすると思うんで、結構控えたところで練習してみてください。でその最初の時もすごく軽く撫でるように、サワサワと撫でるようにして水を作ってあげるとやりやすい。本来こういう縦に切るものではないんですけど、まあ、使
える道具が限られてると思いますので、あるものを使って生かしていきましょう。やっぱり刃が厚いだけあって抵抗が大きいですね。ちょっとこっちに変えてみます。今ノコギリでちょっと少し楽をしようとしてノコギリを使ってますけど、まあノコギリに自信がなければ根気よくこう落としていっても大丈夫です。じゃあこっちもね、ちょっとノコを入れるのが際どいかもしれませんが、まあできないことは全然ないのでやってみましょうか。最初の刃の入り始めが難しいかもしれませんね。でその場合、まあ縦引きであっても最初この細かい方の刃で何か取っかかりをつけてあげるのもいいです。でこの刃っていうのは結構こうしなりやすいので、こういうなんというかこっちに行ってほしいとかっていうことでこうこじったりすると結構こうふにゃふにゃ曲がってしまって変な風に切れたりしますので、とにかく力まないことですね。優しく優しく切っていきます。この太いマジックの線が、まあ、最終的な、まあ、ほとんど仕上げのに近いラインよりほんのちょっと余裕があるっていう線なんで、今結構際どいとこまでノコギリが入ってますね。でギリギリでできればそれが一番刃物で後で削ったりする量が少なくなるわけですから一番効率がいいわけですけど、まあ、自信のない間はもうちょっと控えて、多少失敗したりまっすぐ切れなかったりしてもどうにかなるようにして、だんだん慣れてきたら際どいところを攻めるといいかもしれません。でこのままいったらちょっとまずいなっていったらもうやめて、まあ、ここからもう刃物でやることもできるでしょうし、ここ先ほど言ったように途中でこう切って一回切ってやって、その、まあ、これは大丈夫なんですけど、このままいったらね加工線に入っちゃうって時にはこのぐらいでやめといて一回切ってあげて、で残りをちょっとこう控えたところでやり直すとかね、もう結構ここまでで労力かかってると思うんで慎重にやるようにしてください。で切り終わりの最後はあんまり力入れないで、やっぱり優しくポトンと落ちるぐらいが、そのぐらいの意識でやるといいと思います。はい、でまあ本当はこのままこれで、まあ、こんな風にして全体的に成形していきます。でこういう感じになるわけですから、こんな感じのフォルムになりますね。なんでここがもうみんないらない部分ですから、ここもいらないですね。まあノコギリでさっきの調子でこう切っていくといいと思います。でこの時にやっぱりこの木目が今これまっすぐなんで、こういうふうに木目がつながってますけど、ここがこの細くなるところでちゃんとそれなりの量がまっすぐ木目が通ってるっていうことが大事になります。でこの段階で木目がこういうものはこれだけの細さでは、まあこれで1センチちょっとぐらいなんですけど、それでは結構心もとないと思いますんで、まあ本当はもっと前の段階でそういう気取りはにならないような材を選ぶとか、しなきゃいけないんですが、もしこの段階まで来て、あ、木目がこんな風だ、あるいはこんな風だとか、こうなっていてですね、であるいはここにすごくこう節が出てきたとか、ちょっと心もとないなっていう時は、まあできるだけちょっとこう太く、ここでデザインをちょっと修正して太めにしてあげるとか、まあそれもこう取り込んでこうちょっと何かラインをつけてやるとか、まあその辺はもういろんなアレンジがあると思うんですけど、対応してあげないとせっかく形だけ作っても折れてしまうかもしれません、はい、大事なのは木目がこうちゃんと通っていることです。じゃあこのいらない部分をまあ落としていきましょう。取っかかりは横引きの方でちょっと傷をつけてからこっち向きに切っていきましょうか。
この辺の順序はまあやりやすいようにやってもらえればいいんだと思います。で、繰り返しになりますけど、糸の子とかバンドソーがあればこのものもうものの1分ぐらいでこの切れてしまいます。切れましたね。だいぶスプーンらしい形になってきました。